21です。21です。います。ないです。1ヶ月経ったばっかです。半年以上経ってます。結構経ったな。友達の紹介です。アパレルしてるんですけど、彼氏が推しだったんですよ。したらたまたま友達がその人の知り合いで、でたまたま紹介してもらって、でご飯行けて私が告白した。元カノが忘れられないって言われて振られちゃいました。納得できなくて1ヶ月ぐらい粘りました。自分が悪かった反省文とか送ったんですけど、でもダメでした。私あります。3人とかしか会ってないですね。通話とかして楽しかったりとか、顔交換してみたりとかでしたね。私はいいなって思って2回3回遊んだ人もいれば、1回で終わった人もいる感じですね。なんか思ったと違ったみたいな。いや行かないです、誰も。多分どっか自分で納得できない何かがあったんですかね。やっぱ話してみて、なんかノリの良し悪しとかこうあるじゃないですか。それが多分違って、全員合わなかったから、ちょっとおさらばかなってなったのかな。あるね。あります、うん、高校生の時とかだけど、うんうん、靴下売ってくださいと、うん、パンツ売ってくださいね、捨て垢みたいなやつとかから来たりとか、うん、私は言い慣れって言われた。いやでもなんか手渡しでくださいって言われたから、気持ち悪いから嫌だ。怖いよね。会うとね、制服も全部込みでみたいな感じで50万って言いました。えでも買うって言ってました。駅の改札通って、あの高校生の時にもうパンツ見えそうなぐらいの短いスカートで行くんですよ。で2人でこう改札通った瞬間、こうまっすぐの一本道を歩いてたら、なんか後ろに気配を感じるなって思ったら、知らないおじさんがこの子のスカートの下にあのスマホ入れてて、そう気づかなかった私。何してるのって言ったら、もう勢いよく後ろの改札まで走ってって、改札飛び越えて逃げてきました。そう駅員さん見てなくてちょうど、知らない人追いかけてくれたんですけど捕まえられなかった。隠れて2人で会ってたら、私に言えないことがあったら言えないことをしてたら、あ、まあ、だから少しでも好きっていう気持ちがあって2人で遊びに行ったら言えないじゃないですか、私に遊びに行ったって、うん、もうそういうレベル、本当にこいつ浮気してるっていうのはないんですけど、怪しいのは、ね、怪しいあった、ね、っていうのはあったかもしれないですね。なんかその時自分すごい重たかったから、スマホとかもたまに見ちゃった時とかあってその時にインスタの DM とか見られるって向こう多分分かってて、写真の非表示フォルダにその女の子と話してる DM の写真をスクショしてるのを一枚一枚表示フォルダに入れて DM で削除して、話してるのを私は見つけて、何ですかこれって言ったりとかそれは私も悪いんですけど、怪しいじゃないですか普通に。その1個前の彼氏とかはもうまさに多分元カノと並行されてて、あの私の住んでるところとその前付き合ってた彼氏はあの地元が全然違くて県外の人と付き合ってたん で大学でこっち来てるみたいな感じで、地元にお正月とか帰ったタイミングでババン遊んでたよみたいな感じのことを言われて、もう本人から言われました。別れてほしいから、遊んでたし会ってたからってわざと怒らせて別れさせようとしてきました。きっしょないね、うん、ない一途な女なんで、メンヘラだったんで、そうメンヘラだったから一つの人に結構一途じゃないけど行っちゃうから、依存しちゃうから、そう、うん、あり、私もありかな。うん、体の相性も大事なんじゃないんですかね。結婚してくるとかってもしなった時とかにレスとかがあるじゃないですか、うんうん、そういうのもなくなるといいから、うん、そういうのもね先に知っといて付き合うっていうのもありなんじゃないかなと思います、うん、私も友達が普通に付き合ってから初めてそういうことをした時にあんまり相性が良くなくて
どうしようっていう相談を結構聞いてたりもしたんで、なんかそうなるとちょっと悩みの種が増えちゃうのかなと思って、確かに全然スタートからね、うん、体から始まってもいいのかなって思います、うん、幸福度なんか違和感がなかったりとかしてる時に他のこと考えちゃったりとか、うんうん、その人に夢中になれなかったらそれ違和感なのかなって、うん、私は敵自体が気持ち悪かったりしたらもう気持ち悪って普段からなっちゃうかなっていう、うん、なんか特殊な人とかいるじゃないですかね、付き合っていざそれだったらなんか上って、ね、確かにね、うん、なっちゃうから。高1中2彼氏です。あ、彼氏、ね、初めてとは言ってた、うん、初めて、うん、向こうのお家によくお邪魔しててのをやってたりとかしてて、何回かした後にじゃあやってみようかっつって始めましたね。私はもう学校帰りになんか突発的にそういう風にされちゃって、まあお互い初めてだし、あっちも初めてだから下手くそにでとかねできないから、うん、もう痛くて次の週とかにムカついて別れたと思うまあ、いつするのかなっていうドキドキみたいなのはあったけど、あ、今日絶対するんだろうなっていうのはなかったような気がする、うんうん、そどされた時のちょっと前に何回も会ってる時とかに結構頑張ってボディタッチをしてくるみたいな、あね、ね、中まではしてたから回数多いなみたいな、うんうん、あ、調べたりさ友達に聞いたりとかしたかもしれない、うん、聞いたかもね、うん、どうすればいいのって、もう毛の処理とかどうしてるとか、そうそう毛の処理とか痛かったみたいな、そう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 、痛い痛くないとかねそうどんな感じから入るのとか、うん、気になってたの、うん、気になると初めては怖かったから、うん、なおさら ね過度な言葉攻めとかちょっとならいいですよでもここがいいのみたいなねとかね結構何回も何回も何回も言われるとちょっとね大丈夫ってなっちゃう、言葉攻め切れなきゃじゃないんですけど、うん、行き過ぎるとこっちが冷めてきちゃう、だんだんあーキモいかもって思っちゃう、いいって聞かれて気使ってって言うじゃないですか、うん、けどそれをなんかもう本気にされて、あ、なんか終わった後に俺とじゃないとできなくなっちゃったねって言われた時は本当に引いてちょっとやだね、無理かって思う、ちょっとやだね、私はダントツで全部終わった後にありがとうとか大好きだよとかアフターケアをこうね、そういうのやってくれる人嬉しいです、めちゃめちゃ。私は終わった後ってなんかちょっと熱くなっちゃったりとかするから、うん、なんか離れて寝たりとかするけど、なんかそれでも無理やりでもクーラーでもつけて、うん、ちゃんとくっついて寝てくれたりとかしてくれるだけで嬉しい、うんうんうん、大事じゃない、うんうんうん、痛いから、うん、15分以上は欲しいかな、ね、まあ、でも10分15分、まあ、キスから始まって、うん、そのぐらいは欲しいかな、うんうん、長いなって感じたら自分から行きます。こっちを思ってやってくれてるのは分かってるから、もう大丈夫だよっていう意味も込めて自分で意思表示するからあんま分かんないですね、うん、私は、うん、30分ぐらい好き、向こうがチョークやってるところ見るのが好きなんですよね、可愛いなーって思っちゃう、苦手、うちの中があんまり私大きくなくて疲れちゃう、うんうんうん、し、うん、まあね、難しいしな、そう、なんかそれ以外あんますることなくて、うん、思いつかなくて、うん、大丈夫かなって思いながらやってたりとかは自信はないですね、早く終わんないかなとか思っちゃう、あ恥ずかしい、うんうん、何度やっても恥ずかしい、うん、やってくれるのは嬉しいんだけど、うん、気持ちは、うん、ちょっとそこ汚いんじゃないの、うん、とかね、手、うん、手ちょっと嫌かもでも私は手だけど、うん、気持ちいいのは口です、わかんない、うまく今までの人がうまくなかったのかもしれないけど、うん、いいって思わなかった、あ口がね、うん、経験的に、うん、
あ、絶対つけるようにはしてます。うん、一時期を不純で飲んでた時につけなくていいって言われた時もあったけど、個人的には絶対つけてほしい。うん、副作用がすごいから、ね、人によっては、うん、本当に嫌い、うん、私の場合は本当吐き気がすごくて、うん、立ってられないぐらいの吐き気がありました。わー、きついね。でも入ったらお薬出ちゃうから吐けなくて、吐き気止めも飲んでもんって感じ。一日一回飲まなきゃいけないんですけど、最初はその副作用あるけど、だんだんと体に馴染んできたら、慣れてきたら大丈夫なんですけど、でもまた一回飲み忘れちゃったよって言ったら、また一日になんか3錠とか、その飲み忘れた分とかを飲んだりとか、あとちょっとだけでも期間が空いちゃうとまた副作用になっちゃいます。私は上が苦手だからやりたくないです。あ、足が疲れちゃうからあんまり長時間やってあげられないのと、私が動いてる側だから本当に相手は気持ちいいのかなって、ちょっと分かんなくなっちゃう、自信ないから。確かにね。斜めのやつは好きです。足が斜めです。密着度があるんですよね。私は後ろ顔見られたくないか。私週3でも4でもいけますね。週1 少ない。夜やそういうことしちゃうと、なんか夜の時間なくなっちゃうじゃないですか。すっごい夜更かしだから、私自分の時間欲しい。あ、だからそのまま寝ちゃうのが嫌だ。あ、はい、思います。人よりはないかな。さそうだね。一人はしない。わかんない。私は彼氏がいるからできる、したい時に。いない時も別に、なんか一人の時はしたいと思わないんですよね。私はしないから、だから期間が空いた時の彼氏の時に久々のそういう行為になるから、ちょっと振り返りとかで調べ、一回調べてどうやるんだっけ。かわいい。あと結構あるよね。うん、私6ぐらいです。10いかないぐらい。いや、私は嫌じゃなかったです。私は特にあんま感じたことはないですね。朝は夜と違って、朝の起きちゃってる状態からスタートするから、うん、もうすぐ始めたいのか知らないけど、うん、とかが夜よりされなくて、うん、いや、スピーディーに入ってスピーディーに終わるみたいな。男側が元気であれば、私基本どん何回でも大丈夫です。3回かな。10ぐらいです。5人。お、4か5です。3。私アプリが多かったですね。私は友達の飲みでこう紹介された。あ、で、飲まされて気づいたホテルみたいな。彼氏と別れた後でどうでもよくなってた。まあ、酔ってて気持ち悪くてゲーって入っちゃったから、もうなんかホテルで一回洗い流さないと服がぐしゃぐしゃでみたいな感じでね、優しく解放してくれたと思ったら謎にお風呂に突入してくるみたいな。私は何回かしてた人はいましたね。その日で怖くなってとか気持ち悪いから、全部ブロック。向こうから連絡が来なくなったら終わってました。私からも別に言わないで、向こうが連絡来たら会ってたりとかはしてましたけど。元彼が職場恋愛だったんですね。バイト席が一緒でお付き合いしたんですけど、居酒屋だったんですけど、ホールで、向こうキッチンだったんですけど、たまにホールが足りない時にキッチンからこうホールに出てきたりとかしてくれた時があって、同じフロアで2人きりの時とか1回だけあって、その時はめちゃめちゃ幸せで、なんか2人でこうとかやってたりとかした。それは結構ね、幸せでしたね。もっといい人いたよ。振られちゃったんで。もともとうちの家は割と男性陣がパチンコとかギャンブル結構するんですけど、競馬とか自分もちょっと一緒に行ったりしてたけど、まあハマるまではいかなかったんですよ。けど
まあ、元彼が結構パチンコとか行くからこう一緒にうち行こうよみたいな感じで、回数を重ねるごとに一人でもパチンコに行くようになってしまって、お金がないのでパチンコだけは絶対にするなよって言いたいです、その時の自分。今はもうパチンコ行ってます。パチンカスやな。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。